スタップ細胞の発見者として世間を騒がせた小保方春子さん。当時、リケジョの星と大きく取り上げられましたが、騒動での精神的ストレスでうつ病となり、研究者としても続けていくことができなくなりました。現在は研究とは全く違う分野の仕事をしているようですが、一体何をしているのでしょうか。調べましたので紹介します。小保方春子さんのプロフィール。本名、小保方春子。生年月日、1983年9月25日。出身地、千葉県松戸市。身長163センチ。学歴、早稲田大学大学院。経歴。小保方春子さんは東邦大学附属東邦高校を卒業後、英応入試で早稲田大学理工学部に進学しました。幼い頃から研究者を志しており、生命や再生医療に興味を持っていたそうです。大学卒業後は大学院に進み、東京女子医科大学先端生命医科学研究所の研修生となり、再生医療の研究を開始しました。2008年に修士課程を修了後は、ハーバードメディカルスクール研究員となり、短期留学しています。2011年に理化学研究所へ入所し、研究ユニットリーダーとして、スタップ細胞の研究に関わることとなりました。スタップ細胞騒動後、世の中からのバッシングは強まり、手記、あの日を出版し、スタップ細胞騒動の真相を赤裸々に綴り、ベストセラーになりました。2016年には女性誌、婦人公論に登場し、瀬戸内寂聴さんと対談しています。小保方さんが対談を受けた経緯は、瀬戸内寂聴さんの連載、ワクワク日和に小保方さんへ宛てられた手紙が掲載されたことがきっかけで、その手紙を読んだ小保方さんは、心が溶け出したような涙が溢れたと話していました。対談では騒動から2年間、うつ病の治療のための通院以外はほとんど外出できなかったことを告白し、海外の研究機関から誘いが来ていることも明かしています。家族、両親。小保方さんは3人姉妹の末っ子として生まれました。姉は双子と言われており、一人は同じく研究者の小保方明子さんです。明子さんは慶応義塾大学を卒業後、お茶の水女子大学大学院で臨床心理学を専攻し、青少年の発達障害や心理、うつ病などの研究を行い、複数の著作も発表しています。2019年からは大正大学カウンセリング研究所の研究員となり、現在は白梅学園大学子ども学部の准教授です。父親の小保方和夫さんは、東京大学を卒業後、三菱商事で働いていたエリートサラリーマンでした。三菱商事を退職後は、千代田化工建設に転職。単身赴任をしながら神奈川県で暮らし、同社の取締役、常務執行役員を務めていましたが、現在は定年退職しているようです。母親の小保方敏子さんも優秀な研究者で、お茶の水女子大学で臨床心理学を学んだ後、帝京平成大学健康メディカル学部で教授になりました。娘のスタップ細胞騒動の時期は大学の講義を休みがちだったそうですが、現在は同大学の健康メディカル学部臨床心理学課長を務めています。スタップ細胞騒動。小保方さんは2014年、科学誌ネイチャーに論文が掲載され、スタップ細胞を発表しました。ところが、約1年の間に様々な不正問題が発覚してしまいます。そもそもスタップ細胞とは、どんな組織にでも変化できる多能性細胞の一つで、臓器や筋肉にも変化することから、再生医療への応用が期待されていました。iPS 細胞やES 細胞と比べても、
作り方が圧倒的に簡単なことから、スタップ細胞は今後の医療を大きく変えると多方面から期待が寄せられたのです。しかし論文発表後、ネイチャーに提出した論文の中にあるマウスの筋肉の写真が博士論文からの転用だったこと、遺伝子の実験データに改ざんの跡があったことなどが指摘されました。また論文の根幹であるスタップ細胞が T 細胞からできているという事実を示す証拠も明らかでないことが判明したのです。さらに小保方さんが早稲田大学に提出した博士論文には他の文章からのコピーがあることも明らかになりました。この疑惑に対し2014年4月、小保方さんは不正を否定する会見を開き、下書きで使ったものが残っていると弁明。スタップ細胞はあります、200回以上の作成にも成功しましたと主張しましたが、再現実験は成功することはなく、論文は撤回されました。そして理化学研究所もこの疑惑を調査した結果、小保方さん個人による不正行為であると認定されたのです。小保方さんは2014年12月に早稲田大学から学位取り消し処分を受けると理化学研究所を退職。さらに小保方さんの指導者で共著者であった笹井良樹さんが理化学研究所の建物の中で自ら命を絶ったのです。小保方さんの論文撤回にあたり、笹井さんは不正を防ぐ指導を徹底しきれなかった、整合性を疑念なく語ることは困難とのコメントを出していましたが、共著者である笹井さんの責任を追及する声も上がっていました。複数あった笹井さんの遺書の中には小保方さん宛てのものがあり、スタップ細胞を再現してください、それが済んだら新しい人生を歩み直してくださいと書いてあったそうです。後に笹井さんの妻は夫が書いた真意が小保方さんには伝わっていないと主張しました。妻は主人の遺書にあった新しい人生を歩んでくださいという言葉は、あなたには研究者の資質がないからやめなさいという意味なんです。実際主人は、彼女は研究者には向いてない、やめた方がいいと何度も言っていました。これが彼女を間近で見てきた主人が最後に下した結論だったのですと話しています。グラビア写真。2018年週刊文春内の原色美女図鑑に小保方さんのグラビア写真が掲載されました。撮影したのは篠山紀信さんで、黒のノースリーブのワンピース姿の小保方さんが日記帳を抱えたり、ペンを持ちながらカメラを見つめたり、本を開いたままベッドで眠る姿が掲載されています。記事では小保方さん自身もグラビアに登場することに驚いていることや、現在は料理が気分転換になっていることなどが明かされました。現在は、2019年小保方さんが都内の洋菓子店にパティシエとして勤務していることが報じられました。小保方さんが勤める洋菓子店は、売り場面積が4坪程度の高級住宅街にある完全予約制のお店です。週末限定で月に7日程度しか営業しておらず、7000円近いモンブランケーキやシュークリームが有名とのことです。小保方さんは研究員時代からケーキ作りが好きで、研究の合間を縫ってスイーツ店でケーキ作りの練習をしていたといい、2014年に出演した番組では実験用のマウスに見立てた手作りケーキを披露していました。また現在小保方さんは男性と同棲しており、事実婚のような関係だと報じられています。休みの日にはフリージャンソーに通っているそうです。デイリー新潮が仕事帰りの小保方さんを直撃取材した際は、と驚き、違います、違います、何ですかと動揺していたといいます。記者が同棲相手の姓を出したところ、違います、やめてください、
本当にごめんなさいと繰り返すと、突然走り出して消えていったそうです。リケジョの星と期待された小保方春子さん。現在は研究とは関係のない世界で生活していましたね。またメディアに登場するのか注目したいです。あなたはどう思いましたでしょうか。穏やかに暮らしてほしいと思った方は高評価をお願いします。またこの件に関してコメント欄で皆さんで一緒に話し合いましょう。チャンネル登録していただいたらニュースの裏側をいち早くお届けします。最後までご視聴いただきありがとうございました。